後半も皆さんで一緒に楽しめる曲を今日お届けしたいと思います。後半最初にお送りする曲はサザンオールスターズの勝手にシードバッドです。サザンオールスターズは1971年6月に日本国でデビューし、数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、昨年45周年を迎えた5人組ロックバンドです。楽曲はその作品などを含むとなんと972曲にも及びます。勝手にシードバッドは早口言葉のような歌い方や歌詞が強烈な印象を残しました。サビの部分で今なんじと皆さんに叫んでいただけると、そうめたいたいねと演奏で返事をいたしますので、スクリーンに文字が出ましたら大きな声でご参加くださいね。それでは短歌のリズムに乗せたメロディーを感じながらお楽しみください。どうぞ。
ございました。ミュートソロは